はこの工場の全体のリペアをしていきたいと思います。こんな世の中にこんな、あ、落ちた。やべ。はい。やっほー、お掃除中だよ。今から復習するね。9時半になっちゃった。今日はこんな感じでおしまいにします。はい、あ、おはようございます。続きやっていきます。あー、ごめん、ありがとう。話しないか。ママ部屋にいるよ。お休み、さつま食べろ。やったー。いやいや、電話したら出ないからよ。誰？あんたよ。嘘。今よ。あ、ごめん。いいよいいよ。そんな日本も食べられるか。あ、食べる。食べる。え？食べる。あ、すごい、すごい。芋を食べる。よし、じゃあ続きやるよ。
ようございます。続きやっていきます。おい、これやめてくれ。モザイク大変だから。が終わりました。だいぶ喋っちゃった。じゃあ続きやっていきます。現在朝の8時でございます。今日はね、おメイクをしております。なぜかというと、この後寒いからドカジャンを見に行きたいと思います。じゃあ作業させていただきたいと思います。ラオあ、やばい、見ました。髪が邪魔。それでこの前コンビニ行ったよ。はい、じゃあ続きやっていきましょう。はい、ということで数日かけた工場の状態がこんな感じ。だいたい上の方だけだね、あと残ってるのは。で、ところどころちょっとムラになってる部分を後で上塗りしていい感じに仕上げたいと思っております。やっぱりね、黄色はいいね。パーッと鮮やかになるから気分がいいね。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。